返します。欲しいっていう人すいません。その商品をちょっと貸してください。はい。ちょっとすみません、こちらの方から今ちょっと待ってください。今このファックス、ちょっと待って、ファックスの人、じゃあどうぞ、お聞きください。どうぞ。これは何だったの？ゴミゼロフェスタ大成功だったね。まだ使えるものをみんなで譲り合って使う、もっと広がるといいな。リユース、繰り返し使うことっていいね。そう、ER を進めよう。ER って何？リデュース、まず減らすこと。リユース、繰り返し使うことを優先することだよ。だから？リサイクルは進んでいるけど、なかなかゴミが減らないんだ。リサイクルは市町村が分別収集、選別保管することが多いんだ。この分別収集、選別保管が一番お金がかかるんだ。費用のほとんどが税金負担？容器包装リサイクル法という法律を変えなければダメだよ。リサイクルはエネルギーの使い過ぎが多いんだ。リサイクルしやすい商品、環境に優しい商品に変えるためには、リサイクルの費用を商品価格に含めないといけないんだ。販売者、生産者が責任を負担するということ？生産者が負担するというより、消費者が買うときに負担すると言った方が正しいんだ。商品価格にリサイクル費用が内部化される。そうすればリサイクルしやすい商品に変わる。だから、みんなで 2R 推進。みんなで 2R 推進。Thank you.